見てくれてありがとう。つかさんです。おはようございます。今日は、2023年7月9日、3時33分。気温が24度で、湿度が 91%。相変わらず、湿度高いですね。今日もよろしくお願いします。どんだけ、湿度高いんですか。お風呂場のさ、湯気がもくもくした状態。あんな感じですよ、本当に。サウナより湿度高いよね。本当ね、電化製品がね、バンバン死んでくの。ライトとかね、つかなくなるの。あれって。SD カードエラーとか普通に起きるからね。あれまたカード壊れちゃったのかなとか思って不思議に思うんだけど、湿度が元にっていうか 80% 以下になると SD カードが復活なんか普通に動くんだけど、 80% 以上 90% とかになるとね、 SD カードエラーがね結構頻繁に起きるんだよね。ハラハラするの。車中泊にはポータブル電源ですとかいう人結構いるけどさ、僕電化製品、車中泊における電化製品ってあんまり信じてないんだよね。結構ね、湿度で行かれることが多いからさ、なんか車中泊してる人ってさ、湿度でなんか悩んでる人いないよね。なんで？すごい。結構ね、悩まされることが多いんだけど。どうなんだろうね。あとさ、服あるじゃん。服がさ、こういうケースね。ケースの中に服を入れておかないと、湿度 90% だから、もうすごいしっとりしてんの。しっとりしとしと。絶対に箱とか袋とかね、密封しておかないと、服がすごい、触るとっていうか、袋とか箱に密封しておかないと、触った時に、すごいなんか、しっとりしてんの。うわって思うの。これ着るのかーって。こんなしっとりしてる服着るのかよ。やべえなーって。すごいなんかげんなりすんの。だからさ、よく、車中泊で、服とかをハンガーに吊るしてさ、箱にも入れず、袋にも入れず、こう、車の中に吊るしてる人と結構、見かけるんですけど、やめた方がいいっすよ。湿度が高いから。自分の、なんていうの、自分の吐息とかさ、結構吐く息の中に湿気がこもってるんですよ。その湿気で、自分の体の湿気で、ありとあらゆるものがね、湿けていくの。うわーって思うの。だからね、絶対密封して、服とかは密封しないとダメ。あとパソコンとかもね、袋とか箱、僕はこの箱の中にパソコン入れてるんですよ。パソコンとハードディスク入れてるんですけど、入れておかないとダメ、壊れちゃう。電化製品っていうか、カメラとかもね、レンズとかが曇るからさ、湿気がレンズの中に入ってさ、レンズが曇るの。だからレンズも箱の中に入れておかないとダメ。SD カードとレンズは絶対箱の中に入れておかないとね、やばいから。エラー起こすから。タオルとかもカゴにポンポン入れるだけでさ、蓋もせず、密封もしないで、袋にも入れないでさ、なんか車の棚にポスって置いとく人とかもいるんだけど、タオルすごいしけしけにしけちゃうよね。と思うんだけど、その辺どうなんですか？
僕だけなんですか、こんな湿気で、なんか、悩んでるのって。悩んでるっていうか、湿気がひどいのって僕だけなのかなって思うんだけど。ビデオとかでさ、車中泊のビデオ出してる人たちとかってさ、湿気について全然なんかあんまり言わないよね。なんだろうね。窓すごい湿気すごいでしょ？当たり前だからね、これ。毎日だからね。毎日これだからね。これが、車中泊のリアルな現状ですよ。よくビデオでさ、なんか、すごい快適ですみたいなことを言う人いるんだけど、どうなってんのって思うんだよね。って感じですね。本当はこんな感じなんですよ。だからまあ湿気対策は絶対しないとダメですよ。って思いますね。もうまあいいや。寝ます。二度寝しよう。まだ3時だから。3時半だからね。二度寝します。おやすみなさい。今お昼。7月9日。13時35分。1時35分ですね。温度は 31.5 度、湿度 67%。 暑いな。あとロースカツ、揚げ物がね、揚げ物ってできないじゃん、車中泊で。揚げ物ってあんまりさ、めんどくさすぎてさ、油の処理とかさ、かったるすぎて作りたくないから。作れるよ。作れるけど作りたくないんだよね。めんどくさくて。だからね、昼はお惣菜で揚げ物を食べようかなって最近思うようになりましたね。揚げ物食べます。はみきで15センチぐらいの味が釣れましたんでね、これを泳がせて、なんかヒラメとかマゴチとか釣りましょう。
ヒラメ。これ大きいんじゃない？ヒラメですよ。お、これ40センチあるね。来た。来たこれ。やってやりました。ユーマ爪でヒラメ釣りました。ヒラメ、お刺身。ヒラメですよ。釣りたてのヒラメ。美味しい。癖のない。白身魚。美味しい。釣りたてだからね、まだね、コリッコリしてる。コリッコリですね。いや、美味しいですよ、これ。お？これ。ヒラメ。めちゃくちゃ美味しい。本当に美味しい。さっき食べたのは、表、黒い方の、お刺身なんですよ。お腹の方はなんか焼いた方がいいかなと思って。白い方ね。骨があって白い方焼こうかなと思ってますね。もう焼けたでしょ。焼けました。もうふわふわですよ。美味しいね。ふわふわ。ああ、美味しいな。ごちそうさまでした。いやー、美味しかった。こんな美味しいんだ。ああ、すごい幸せだな。もう寝ちゃおう。もうなんか、お腹いっぱいになったもん、なんか眠くなってきました。寝ましょう。寝ちゃいましょう。またね。また明日。おやすみなさい。ああ、ヒラメ。ヒラメのお刺身をさ、食べて、次の日起きたらね、なんか、もうお腹痛いんだけど。しかも下痢なんだけど。お刺身で当たっちゃったんだけど。やべえ、当たるっていうのかな、なんか腹が。釣ってすぐさばいたから、腐ってたわけじゃないんだろうけど。なんだろうね。腹痛え。アニサキスか？いや、違う。いや、どうなんだろう。なんか、あんまよく考えるのがきついな。ちょっとお休みしますね、今日。ちょっと一日様子見よう。大丈夫だったら続けるし、ダメだったら一緒に行こう。行って。ということで今日はお休みです。見てくれてありがとう。塚さんです。おはようございます。とかちょっと病院行こう。もうやばすぎだわ。やばい。いや、刺身食って腹痛い。あ、いてやべえ、これやべえ、マジで腹すごい痛い。やばい、これ痛い。ああ、痛え。で、今佐渡総合病院に電話して
ゃんの11時までに来てねって言われましたね。佐渡総合病院に見つけました。ちょっと診察を内科に行ってきます。病院の自動販売機で佐渡牛乳売ってる。佐渡乳業コーヒー。これから血液検査と CT 検査をします。 CT 取って血液取って検査して、なんか胃がすごい炎症してるって、胃炎だって。アニサキスかどうかはちょっと今は分かんないって。内視鏡を入れてみないと分かんないけど、とにかく胃がすごい荒れてます、胃炎ですって言われた。あ、じゃあ胃炎の痛み止めくださいっつって終了しました。なんか4、5日様子見て、すごく痛くなるようだったらもう一回来てくださいねって、そんな感じですね。多分でも痛み止めを飲んで 4、5 日安静にしてればよくなると思いますみたいな。どうしても気になるようだったら明日胃カメラ入れますかって話でしたけど、いや大丈夫ですわっつって痛み止めもらって 4、5 日様子見ます。 お薬を飲みます。やべえ、久しぶりに答えてるね。やられてるね、ほんと。ひよってるって、弱ってる、ほんと。なんか弱ってるのがわかる、俺。久々に弱ってるんだけど、腹いってえんだよね。ほんと。お薬飲みまーす。ちょっとぐったりしよう。もうなんか動きたくない。痛い、お腹痛い。ちょっと横になります。